ってらっしゃい。ここは。ということは、俺たちもあの映画のように目覚めたら原始時代に来てしまったということか。それは。司先輩。な、どうや。それに白石と。ルカさんはこっちにも。ひょえー、ここどこ？ドッキリにしては手が込みすぎよね。な、何これ？夢？いや、さっきまで作業をしてたはずだけど。何この状況。そうね、あ、え、すごーい、見たことない形の建物とか機械がいっぱい。ルカはブレないな。このまま帰れなかったらどうしよう。大丈夫、来れたっていうことは帰る方法もきっとあるはずだよ。心強い仲間もこんなにたくさんいるんだもの。けれどその方法がわからない以上、最低限の寝床や食料は確保しておきたいところだね。じゃあいくつかの班に分かれて役割分担をするのはどうですか。今の状況を考えると必要な班は。うん、これで班は決まったね。まずは休める場所を確保して料理も担当する拠点班。拠点班で力を合わせてみんなが安心して休める場所を探しましょうね。私たちは食べ物を探して集めてくる食料調達班ですね。どんな食べ物があるかわかんないけど、美味しいものがあるといいな。食料調達班のみんな、みんながお腹いっぱい食べられるように頑張ろうね。そして最後に、この世界を冒険し帰る方法を見つけ出す探索班。この場所を抜け出せるかは俺たち探索班にかかってる。気合い入れていくぞ。突然こんなとこに来てびっくりしたけど、
いつ帰れるかもわかんないし、食べられるものをたくさん集めとかないとね。うん。そうだね、山菜とかキノコとかは探せば見つかるんじゃないかな。あ、早速発見。ほら、この木の根元、たくさんキノコ生えてるよ。あ、待って、ミク、毒があったら大変だし、ちゃんと調べてから抜いた方がいいかも。え？え？うん、大丈夫だね。私も早く言えばよかったな。ごめん。じゃあ、食べられそうなもの見つけたら私たちに教えてもらう感じにしようか。で、調べて大丈夫だったら取ること。弟と弟ができた気分かも。ちょっとわかるな。ねえ、いいね。ワクワクってお気楽すぎない？謎の世界に閉じ込められて、いつ帰れるかもわからないって状況なのに。うん、参考になる景色も見つかりそうだし、それにしても、みんな親切だし、すっごく話しやすいな。話しやすいけど、違和感ありすぎて落ち着かない。ねえ、どれ？あ、つくしだね。食べられるよ。いいね。ミク楽しそうだな。みんなとも仲良くやってるみたいだし。本当だ。よく見えないけど、果物かな。ダメダメ、あんな高いところ登ったら危ないって。え、大丈夫。経験って、いや、それはわかるけど、でもいきなりそんな高いとこ。あ、パク。よーし、釣り竿を完成。木とツタで作ったにしては結構それっぽくなったんじゃない？そうですね。じゃあこれで魚を…あ、でも餌のこと考えてなかった。ルアーはないし、虫とか？虫って、あの、ミミズみたいなやつだよね。ブヨブヨしてる。
私もとから始まる言葉聞いてみようかな。でも新鮮で言ったら私はカイトさんが一番かも。喉乾いたなーって時にタイミングよく水をくれたりしてすっごくびっくりしましたし。いいんじゃない。あのさ、あれだね、一緒に果物を集めてきたよ。今日は桃がたくさんあったんだ。あ、おいしそう。私はレン君たちと一緒に木の実を拾ってきたんだ。あとはちょっとだけどラズベリーも。いいね、この組み合わせでどんな料理ができるか楽しみだな。でもこのメンバーで食べ物を集めるの今日で最後って思うとちょっと寂しいな。だね。最初はいきなり知らない場所に来てすっごく不安だったけど、いつの間にか楽しんじゃってたし。私もみんなといろいろ経験できたのは良かったかな。森でサバイバルは二度とごめんだけどね。それなら。そうだね。今までで一番豪華なご飯になるように頑張ろう、みんな。おー、ペガサス探検隊の諸君、準備はいいか。はい、バッチリであります、隊長。あそれはいいアイディアだな。ではみんな、中央に手を重ねるぞ。はーい。あ、姉ちゃんも入って。私の隣空いてるよ。リーちゃん。よし、全員陣に入ったな。では行くぞ。えいえい。おー、よし、みんな、俺たちも司先輩たちに続いて出発しよう。うわ、いいなー。いつの間にか。それは大変ですね。いいね。いいな、軽快なメロディーで冒険に向かう勇気が湧いてくる気がする。よし。
いい心がけだな、レミ。皆の命運は我らペガサス探検隊にかかっている。気を引き締めていくぞ。オッケー。ふふふ。悪いな、メイコ。ルカはうちのメイコの膝を借りてよく昼寝しているのだ。アマ、あれ向こうだ。だが迷う前に何か目印を残した方がいいかもしれないな。あ、前に読んだお話で食べ物とか石を道に置いてたよ。なるほど。しかし代用できそうなものは見当たらないな。すごくいいアイディアだと思う。だが俺は何を書けば。じゃあ私ははるかちゃんにしようかな。こっちの世界に来てから会えてなくて寂しいなって思ってたし。二人とも身近な人物の絵を描くのか。では俺も。この世界に来てから数日経ったが、今日こそ帰るための手がかりを見つけるぞ。はい、ペガサス探検隊の名に恥じぬ働きをできるよう頑張ります。うん、任せろ、ミク。ルカを起こすときは発声練習並みに声を張らねばならんのだ。ルカー、起きろアマ。どう見ても恐竜だろう。に、逃げるぞ。司先輩、あそこに身を隠せそうな場所が。おお、でかしたぞ、トウヤ。あれは遺跡か。何やら既視感のある石像が立っているが。いい、何でもいい。総員、あの遺跡に逃げ込むぞ。ラジャ、そして恐竜から逃げた際にトウヤが見つけてくれたこの遺跡で帰る手がかりを見つけたのだ。よかった。はっはっは。運も味方につけてこその未来のスターだからな。特に今回のことはいい勉強になった。恐竜に出会った時に感じた恐怖や緊張感は
演技に活かせそうだからな。確かにそうかもしれませんね。恐竜との遭遇もそうですが、ペガサス探検隊の皆さんとの冒険は俺にとっても貴重な経験になりました。それでこの世界から帰る手がかりって何なんですか？なあ、それはだな。よろしくお願いします、桃井先輩。それにルカさんとメイコさんも。ええ、一緒に立派な拠点を作りましょう。昔バラエティ番組で無人島生活をしてたから、骨組みの作り方とか少しは教えられると思うわ。そうね。その感覚ちょっとわかるかも。私が知ってるルカはもう少しお茶目な感じがあるし。へえ、そんなルカさん想像できないな。でも、あら、あ、ヨイサキさんも拠点を作るグループなんだ。よかった、知ってる人がいて。よろしく草薙さん。あとは、カイトとリンとレンだよね。うん、ヨイサキカナデだよ。こっちは草薙ねねさん。よろしくね。うん、カイトさんも。うん、あ、え、さっきの何？もしかして私何か変なこと言っちゃったとか？ああ、気にしなくて大丈夫だと思うよ。カイトはいつもあんな感じだから。う、嘘でしょ。いつもあんなって、これからどう話せばいいの？よし。メイコさん、そんなにたくさん木を持って大丈夫ですか？あん、いいね。あ、リン、そんなに大きいの持ったらバランスが。さんも面倒見いいのかも。みんな頑張りましょう。あとはこの葉っぱを運んで屋根を作るだけよ。重い。宵崎さん大丈夫？少し手伝いましょうか。あ、うん、大丈夫。葉とか葉っぱでも結構運ぶの大変なんだね。そうね。じゃあ
ありがとう、レン。みんな、すごく頼りになるな。私も、何か役に立てればいいんだけど。ねえ、宵崎さん。ちょっと仕事を頼んでもいいかしら。私に。ええ、ツタでロープを作りたいんだけど、結構量が必要だから専門で作る人がいた方がいいと思うのよ。でも私はそういう細かい作業ちょっと苦手なのよね。あ、それなら体力も必要なさそうだし、私でもできそう。わかった。桃井さん、それってどうやればいいの？ありがとう。じゃあ作り方教えるわね。まずは火、全然つきませんね。そうね。あら、実は火起こしがうまくいかなくて。もしかしたら火が悪いのかも。確か乾燥してる木じゃないとダメなんだ。あとは溝の隣、ここに切り込みを入れると火がつきやすくなるよ。経験者って言っても一日無人島で遭難しただけだけどね。え？今、さらっとすごいこと言ってなかった？食料調達班のみんな、すごいわね。こんなにたくさん食材を集めてくれるなんて。ファイト！ええ、火はルカたちが起こしてくれてるから、私たちは材料を切って下ごしらえしましょう。わかった。料理ってあんまりしないからちょっと不安だけど。私も。リン、そうだよね。できないのは多分みんな一緒だし、他の班のみんなのために美味しいご飯を作ろう。じゃあまずは山菜をこのくらいの長さに切って水につけていってちょうだい。はい、やってみます。よし。あら、リン、すごく手際がいいわね。本当にできないのは私たちだけみたいだね。みんな大変よ。探索班がこの世界から抜け出す方法を見つけたんですって。本当ですか？うん。恐竜がいたの？こっちに来なくてよかった。この家も壊されちゃってたかもしれないものね。でも何はともあれ、これでやっと元の生活に戻れそうでよかったわ。そうですね。でも帰れるのは嬉しいけど、ちょっとだけ寂しいかも。まあ、みんなで力を合わせたおかげですごく立派な拠点ができたし、わからなくはないかな。大変なことも多かったけど、家を作ったり料理をしたり、楽しいこともたくさんあったわよね。うん、それに前より体力がついた気がするし、来れてよかったかも。ねえ、飾り付け？そうだね。私も
今日はみんなに楽しい時間を過ごしてほしいな。それじゃあメイコたちにも声をかけて、恐竜も寄りつかないくらい素敵な家にしちゃいましょう。いろんなものがピカピカ光っているから道に迷いにくそうね。そうだね。でもここまでいろいろ光ってるのに誰もいないのが気になったな。通った道に気になる場所があったの。そこを見に行ってみない？もちろんよ。確か水色に光っている看板があったから、あっちね。あ、ひなまりさん、ここの看板、時間が経つと色が変わるみたいなんだ。だからこっちじゃないかな。もうそうなの？ありがとう朝比奈さん。次は黄色く光ってる建物の前を通ったから、こっちかしら。手をつないで歩きましょう。しずく先輩たちは高い建物がたくさんある場所を探すそうなので、私たちは路地の方に行ってみましょうか。ええ、そうね。的確なアドバイスをくれるし、すごく頼りになる先輩だから。そう、みんなが入れる建物が見つかってよかったわ。丈夫そうだし、ここなら安心して休めそうね。うん、でも埃がすごいし結構荒れてるな。うん、このロボットさっきから壁に衝突してるね。エラーを起こしてるのかな。大変、直してあげないと。このボタンを押せばいいのかしら。
あら？間に合ってよかったね。戻ってきたみんながちゃんと休めて安心したな。そうですね、一段落しましたし、私たちも休憩しませんか。お腹も空きましたし。そうだね。それならコーヒー。私もお手伝いしてもいいですか？もちろん。じゃあ私も見学させてもらおうかな。ねえ、これってパン？まあすごいわね。でも味がないってことは美味しくは食べられないわよね。いえ、ダメです。みんな知らない場所で頑張っていて疲れていると思うので、美味しいものを食べて少しでも心を休めてもらえるように、私が美味しく調理します。ほなみちゃん。そうよね、さきちゃんたちが一生懸命探してきてくれたものだし、みんなに笑顔で食べてもらえるように私も頑張りたいわ。みんなビッグニュースよ、はるかちゃんたちが帰るための手がかりを見つけてくれたんですって。え、本当ですか？じゃあこれでやっと帰れるね。アナ、怖がられてるように見えたけど。でもルカちゃんの気持ちもわかるわ。この家でみんなと過ごすのが最後って思うと私も寂しいもの。余っているご飯を全部使ってパーティーを開くのはどうかしら。私もいいと思うな。せっかく大鳥さんたちが集めてくれた食べ物を無駄にしたらもったいないし。そうね。じゃあ今日は特に腕によりをかけて美味しいご飯を作りましょう。こんな得体の知れねえ世界、1秒でも早く抜け出さないとな。さっさと帰る方法を探しに。見たことのない構造の建物ばかりで面白いね。あの最上階に設置された機器には一体どんな役割が。のが多いんだよ、死のの目だ。早く出発すんぞ。大丈夫か、このチーム。あんた、ルカさん？
甘？いや、なんつうか、ちゃんとしてるルカさんは珍しいんで驚きました。私はもし本当に宇宙人がいるなら会ってみたいなって思いますよ。そうじゃなかったとしてもカイトさんが見たものが帰るためのヒントになる可能性もあるし、みんな確認してみない？これかい？ドローンだよ。先端に取り付けてあるカメラを使って上空からもこの世界の様子を調べようと思ってね。興味があるのなら操縦してみるかい？お前も興味あるなら混ざればいいんじゃねえか。うん。いや、気になってんだろ。上城先輩、そのドローンこっちも借りていいですか？構わないよ、何台か持ってきているからね。どうもっす。ほら、調査のために飛ばすならこれも立派な仕事だろ。たか、素直じゃねえな。はあ、君たちが宇宙人と友達になったと言っていたけれど、本当にいるとはね。いいね。そうね。確かに可愛いね、この子。つぶらな瞳をしてるから思わず撫でたくなっちゃうな。ねえ宇宙人さん、私もあなたと仲良くなれたらすごく嬉しいなって思うんだけど、どうかな？おお、なるほど、これがアイドルのコミュニケーションか。それは、でもたまにこっちを振り返っているし、ついてきてって言ってるみたいだね。あとを追ってみよう。
本当にやんのか。あのな、そうだね、この研究所の扉の先に元の世界に戻れるヒントがあるかもしれない。そして扉を開くヒントになるのはこの石板に描かれた謎の絵だけ。そうね、マジでやんのか。私もちょっと恥ずかしいけど、それがみんなのためになるのならやるしかないよね。くっそ、分かったよ、やるぞ。あら、よし、開いたな。そうね、なるほど、研究所を探したらこの小型の機械と研究ノートが見つかったと。はい、上城先輩、何か分かりますか。これまで世界で見かけた言葉から推測するに、この文字列は戻る、こちらは軌道。ということはお手柄だったね。どうやらこの機械を使えばここから帰ることができそうだよ。よかった、みんなもきっと喜びますね。やっとこのとんでも世界から解放されるな。いいね、見るからに怪しい場所入ったり変なポーズしたり、なんかよくわかんねえもの食ったり、いろいろあったな。支えてくれてたみんなのおかげもありますね。休める場所があるだけでもだいぶ違ったし。ああ、みんなに感謝しなくてはね。それはそれとして、最後にもう少しだけこの世界を楽しみたいな。ねえねえ、つぶ、よろしくね、ミクちゃん。でもこんな場所に食べ物なんてあるのかな。いないで、こっちおいでよ。私もレン君と一緒にワンダホイしたいな。あのね、ワンダホイっていうのは笑顔になれるおまじないなの。私レン君とも一緒に楽しいことをいっぱい経験していっぱい笑顔になりたいな。うん。
あ、本当だ。打ち抜いて、え、それって銃とか、なんかいきなり物騒な雰囲気に。返事したみたいじゃなかった？きっとそうだよ。エムちゃんすごーい。やったー！スペシャルワンダファイトね。あ、宇宙人さんもまねっこしてくれたね。え？そうそう。宇宙人の言葉を真似して遊んで、一緒にショーもやったんだ。今度また遊ぶ約束をしたから、その時はリンちゃんも一緒に行こうね。でも、そこが問題なんだよね。見た目はパンみたいなんだけど、ちょっと勇気いるっていうか。食べてる？でも、いけそうなら僕もいただきます。って、これ全然味しなくない？あ、本当だ。でも、ちょっと食べただけなのにお腹いっぱいになっちゃった。そうだね。ってことは味があるのも混ざってるのかな。レン、当たり引いたね。ありがとう。パーティー？
探索班のみんなが帰る方法を見つけてくれたでしょ。だからほのみちゃんたちが最後に美味しいご飯を作ってくれるんだって。そうなんだ。じゃあ私たちも美味しい食べ物探してこなきゃだね。うん、それに仲良くなった宇宙人さんたちともちゃんとお別れしたいな。ニコニコ笑顔だよ。え？私もお別れは寂しいけど、でも最後まで笑顔で私たちらしく冒険しようよ。私も最後までみんなと楽しい思い出を作りたいな。うんうん、そのためにはリンも笑顔じゃないとね。これで元の世界に帰れるの？四角い石にしか見えないけど、一見ただの石だが、よく見ると画面やボタンが描かれていて、ミュージックプレイヤーのようになっているんだ。本当だ。それにこの画面のところに書かれてる文字って、あ、アンタイトルって書いてある。じゃあこの再生ボタンを押せばいいのかな。でもただ押すだけじゃ何も起きませんね。どうすればいいんだろう。その点も抜かりないぞ。実はだな、その機械ミュージックプレイヤーだったんだ。上白先輩が解読した研究ノートによると、歌がエネルギーになって起動する仕組みらしい。歌？はい、それもこの世界を楽しんだ証明となる歌と書かれていました。それってみんなとご飯を食べたり冒険したりして楽しかったなって気持ちを歌で伝えればいいってことなのかな。きっとそうだよ。さっきみんなで歌を歌って歩いてたら、この石がピカーって光ってたんだ。そんなこと本当にあるの？私もまだちょっと信じられないけど、でもやってみるしかないか。これ以外の手がかりはないんだし。ええ、これまでみんなと過ごした時間を思い出せば最高に楽しい歌が歌えそうだしね。ちょっと名残惜しいけど、歌ってお別れなんてなんだか素敵ね。自然と笑顔になれちゃいそうだし、なんだか僕たちっぽいよね。うん、最後の最後まで楽しい思い出を作っちゃおう。そうだね、私も心を込めて歌いたいな。じゃあ歌おうか。それでいつもの場所に帰ろう。ふふっ。